お金を稼ぐ方法、お金を稼ぐ方法。食べ物屋さんでお皿洗いを手伝うとかどうかな。却下だ。そんな小遣い稼ぎでどうにかなる問題じゃない。じゃあイージスは何か思いついたの？何も。だがそれより気になることがある。さっき港で小耳に挟んだのだが、この辺りの海域には多くの海賊が出没するらしい。海賊が？シュオールは盛んな貿易で豊かになった町だ。その要である商船を狙われてはさぞ大変だろう。なんとかしてあげたいね。海賊退治をしてあげたいと思ってるのね、カナタ。さすがカナタは正しくて優しいね。対処したいのは同意見だが、どうやるつもりだ？船がなければどのみち海には出られないじゃないか。見くびらないでイージス。正しいことのためならカナタは泳いででも海賊に立ち向かうわ。さすがに泳ぎはちょっと、イカダくらいは欲しいな。あそこにちょうどいい木材が売ってるよ、カナタ。イージスに買ってきてもらいましょう。そんな金はない。というか、資金調達の方法を探っているのにいきなり無駄遣いしようとするな。どうしたの、ニッキュ。何見てるの？でしょでしょ、これすっごく面白そうでしょ。楽しそう。よし、決まりだ。みんなで見ていこうぜ。ダメ、僕たちの目的もう忘れたの？先を急ぐんだから、そんなの見てる時間ないよ。あ、そっか、そうだよね。なんだよ、ちょっとくらいいいじゃねえか。ケチケチすんなよな。ケチ、ジーニアスのケチンボ。そんなんだから背も大きくならないんじゃん。絶対関係ない。ほら、もう船の時間だから行くよ。歩いて歩いて。あっ、耳引っ張んな。歩く、自分で歩くから。ちょっと、どこ触ってんのよ、ジーニアスのむっつりスケベ。なんだあの騒がしい集団は。あ、何か落とした。あの、この紙を落としましたよ。言っちゃった。それ、チラシみたいね。うん、これってまずいな。さっきの集団のせいで人が集まってきた。このままでは俺たちの正体も。仕方ない、今日はどこかで宿を取るぞ。船賃についてはまた明日考えるとしよう。うん、そうしよう。